今日はパン屋さん巡りをしたいと思います。行ってきます。行ってきます。おはようございます。総立の佐々木と総立の大前です。暑いです。暑いです。前回の動画でお伝えしておりました、今日はパン屋さん巡りをしたいと思います。行ってきます。行ってきます。ゴー。暑いっす。黄色い壁の可愛らしい外観、大人2人もワクワクしながらお店に向かいます。国産小麦 100% で無添加生地にこだわったパン屋さんです。さあ早速行ってみましょう。お邪魔した時は11時前のオープンしてすぐでしたが、店内は美味しいパンの焼ける匂いがたまらない。パンの種類がポップで紹介していたり、人気パンランキングとどのパンを買おうか迷ってしまいます。いろいろ目移りしながら好みのパンを選んでます。ミルキーフランス自家製バタークリームがめちゃくちゃ美味しそうです。店内イートイン OK ですが、今回はお持ち帰りします。お次の2軒目はファクトリーデイジーさん。ザビッグ江坂店に隣接したパン屋さんです。いかがだったでしょうか。江坂の美味しいパン屋さん、店員さんたちは皆さん気さくないい人たちばかりでした。じゃあ次です。次は江坂の個性的なお店紹介します。